それ潰してた俺潰してたじゃあ、わずみくんと僕だった場合には あ、じゃあ会って喋ったことあるんですか？もちろん山村先生、武井先生という、はいはい、教頭です、はいはい、英語に関しては悪口じゃん、完全に他の人の名前が出てくるときは、まあ、なんかね、ここにグループ化されるんだもん、こうやって。これが僕は正直気持ち悪いな。Well there. ああ、どうも、サラマライ君ね。いっぱい授業してもらってる佐藤教先生なんですが、今回はトーク。トークか、珍しい。俺トーク苦手。嘘。仕事。トークはね、難しいんだよ、口は災いのなんとかでしょ、すごい気をつけて喋る人なんで。そうですね、でも授業を見てる感じはあんまり災いにならないタイプでしょ。いっぱいやっぱ災いの元の先生が並んでましたから。ヨゼミはそういう人たちが多いからこそ個性があったわけでしょ、はい、俺ね、でもね、こうやってやっちゃう癖があって。それダメ。これをよくやっちゃって、これはよく怒られる。ギャグなんだよ、歴史上に出てくる人に対して、あいつこうだからねとかってやると、カメラの向こうの人が、あ、今雪を指1本立てましたって、2本立てました、3本立てましたって言って、立てた本数がチェックされて、でそれで後で怒られる。言葉は随分考えて喋ってるから、ほんと考えてんだよ。だからあれは大丈夫だと。本当に全然他の先生の悪口も言わないし、だって別に悪いと思ってないし。ヨゼミの毎月ある新聞みたいなの、ありますかね。ああ、ジャーナルってやつ、ね、ジャーナル、うん、あった今はないですか？ないです。そのジャーナルで世界史の先生が出てきた時に、僕この人知らないんだけどっていうのを何回かいいこと言ってると褒めてたんですけど、すごいいいこと言ってる、歴史のことですごくいいこと言ってる、もう誰だか分かんないんだけどっていうの3回言ってました。誰だったんだろう。査定ラインに出始めたぐらいの人。あ、そうだね。あれ、はい、それ潰してた俺。潰してないです。そのライバルとか、まあだから当時であれば森本先生がいて、先輩ですよ。で岩田先生、先輩です。で佐藤教先生と上澄先生の戦いがみたいな感じで、あれ僕思うんだけどさ、はい、僕は予備校講師だか分かんないけど、はい、その予備校を見ている側として先生方は戦うものだと思ってる、思ったで、ヨゼミはやっぱ見てます、みんな戦ってると思って見てる。戦うっていうのは多分講座の取り合いっていう形になるんだと思うのね。でも社会の場合は、例えばじゃあ和泉君と僕だった場合には、はい、なぜ対立にならないかというと、うん、まず住んでる場所が違う。ああ、そうですね、住み分け、ね、そう、住み分けという意味では関西方面と東京方面、サテラインでやるときには論述と、はい、あの次第って、はい、僕は論述ほとんどやってなかったので、うん、その住み分けっていうのを重視しないと、はい、結局生徒人数いないから食い合っちゃうわけじゃない。だから食い合わないようにするための作戦は考えてた。なるほど。いやだから今の上澄君って言っただけでもう当時の人たち、うわ、佐藤幸先生の口から上澄って言葉が出たって。それは上澄君が俺のことめっちゃ嫌いだったら分かんないけど、うん、そういう感覚にはならないよ、うん、これはあの奇弁じゃなくて、やっぱ、ね、なんか二大巨頭みたいな感じで、ほら他の人たちやっぱ、まあまあ後で諸岡先生が後から出てきますけど、うん、この上の人たちと違う、まあ、見た目若い二人がっていう、ああるか、そうなってたの。いわゆる二人とも髪染めててみたいな感じで僕筋肉ブキブキじゃないからボヨボヨだし、うん、そういう感じで。上澄先生だと関西のヨゼミのパンフレットとか見たことあります？上澄先生がボンと載ってるやつとか、あのでっかいページに上澄先生がボンと載ったりして、でやっぱ当時はネット上では何が雪をやみたいなの関西の人が書いてるわけですよ。ああ、そうなんだ。関西やと上澄やでみたいなのが、僕ねすごくこれはもうこれもちょっと奇弁っぽく聞こえちゃうかもしれないけど、うん、まあ、例えば2人しかいないとか3人しかいないとすると逆にいてもらった方がよくて、おいおい1人よりは、うんうん、理由はやっぱ僕の授業スタイルを嫌いな人もいるわけじゃん、全ての人万能ではないし、でそういう人が嫌いだから他の授業に行ってもらえるんだよ、はいはい、でもいないと嫌いでも俺の授業にいなきゃいけないじゃん、ちょっとめっちゃ態度悪いし、なるほどなるほど、で文句言うし、だったらいないでもらった方がいいんだよ、だからその子のためにもいいじゃん、だって嫌な授業来てもらったら良くないし、その子にとだったら他の先生に行ってもらった方がいいわけで、それは逆も言えて、もう一人の先生がいて、その先生のやり方が嫌だったら僕のところに来ればいいし、その代わり同じやり方じゃダメなんだ。ああ、そうですね、全然違いましたからね。そうだからヨゼミが講師を取るときに全く違う人を取らなきゃいけないっていうのは、特に理社科は思う。似てる人を取っちゃったら意味がないんで、生徒が逃げられちゃう、だからどっかの予備校に行かれちゃうじゃん。そうですね、2種類いればそれで振り分けられるって意味では、僕は個人的にはもう一人の人がいてもらった方が楽。幸男先生の口から上澄先生の名前は一回も出てこなかったんでだって別に出すことなくない？上澄先生は出た、出たことがあります。
あのいわゆる他の先生はこの悪口とかでバンバン出すじゃないですか。そういうのでは出たことはないです。だから上澄先生も悪口とか言わない人でした。うん、そうだよね。そういう感じの人じゃないもんね。すごい丁重な人だよ。あ、そうなんですね。びっくりするよ、本当にすごい敬語だもん。敬語しか使われてない彼には。あ、じゃあ会って喋ったことあるの？いや、もちろん、もちろん、全然全然。だってたまたま同じ講師室にいる時あるし、めちゃめちゃ挨拶しに来てくれる。あ、そうなんですね。気づかないと、おっといたと思った瞬間にパーッと挨拶してくれて、でもなんかヨゼミって、他の先生もそうなんだけど、年齢よりはなんか長くヨゼミにいた人の方が上だっていうふうにみんなが思ってるみたいで、すごい嫌なんだけど、それって。だからそういう意味では、和澄君と僕だとヨゼミの経歴は全然違うから、そういう意味でのご挨拶はよくされてたけど、いやもうすごいやばいですよ、あんな丁重。いや、それは諸岡君もそうだよ。あ、すごい丁重、土下座しちゃうんじゃないか、ほんとほんと。だから世界史の先生、あ、分かんない、ちょ、日本史分かんないよ。でも世界史の先生は比較的どの方もそんな方ばかりだった記憶、だから良かった。あ、なんか環境がいい、ね、世界史という教科の先生方の環境が良かったんで、まあ、みんなが喜ぶような話はない。視野が広いそうそう、いや本当そうだと思うよ。だって争っていいことがないっていうのは世界史で一番分かることだしさ、多分皆さんはそういうの望んでないと思うんですよ。日本史は狭いねだからなんか多分対立してたり喧嘩したりするの望んでると思うんだけど、残念ながら世界史はない、まあ、他の予備校の先生は俺知らない、うん、他の予備校の先生とほとんど接したことがない。河合の金丸さんの話の中に予備校先生が出てきた。出る、ありがたいじゃんありがたいですけど、体験授業で僕津田沼だったんで、河合の体験授業も出たし、ヨゼミの体験授業も出たんで、その時に金丸先生がヨゼミの佐藤先生がどうやってやってるか知ってるんじゃみたいなのとかどこの予備校の誰がどうやってやってるか、ちゃんと研究してるんだ。すごいね。でもそういう人いるよね、あの予備校マニアでしょ鈴井とかもそうでしょ。あ、そうです、まあ、予備校マニア好きな人好きなんじゃないの。で、上澄先生が出てきたのはでも過去の話で、過去に西洋史と東洋史で、佐藤先生が西洋史の方を担当して、俺が東洋史の方を担当してたっていう話が出てきました。こんな何でもない話じゃないですかでも生徒たちが出た瞬間、出た瞬間に出たみたいな。へえ、出した方がいいのかな。先生名前出たよみたいなんで、そういう感じなのか。みんなそういうの好きなんだね。だ、英語に関してはだ悪口です。完全に他の人の名前が出てくるとき、まあ、なんかね、やり方の違いで、僕はほら割と客観的になるじゃん、はいはい、立場的に、はいはい、するとやっぱり揉めてる内容っていうのは必ずやり方、そうそうですね、で揉めるとか、テキストの中身の問題で揉めてるとかっていうのがほとんどじゃないかな、英語の先生は。それで根も葉もないようなことがいっぱい出てくるんですよ。彼らも当然持って喋ってるだろうし、うん、違う、あれね、これでもヨゼミだ限ったことじゃないと思うよ、うん、2人の先生が主張があってさ、うん、でここがぶつかると、この2人だけのぶつかりじゃないんだもん、うん、ここにグループ化されるんだもん、うん、こうやって、これが僕は正直気持ち悪いの、うん、すごい気持ち悪くて僕嫌なので、こういうのは見てられないんだけど、でもそうなる。だから第一次世界大戦と同じだよ、どこかの国とどこかの国が喧嘩すると、はい、ここにグループ化されるじゃんよ、はい、その三国協商とかすると、うん、そうなるんだよ喧嘩って。いつもなぜかというと味方作りたくなるじゃん、はい、であいつがなって言って、あいつがなって思う人たちのグループができ、グループができ喧嘩になるから大きくなって、やめなさいってこう入られちゃうわけでしょ。でもまあそれが予備校を見てるのが楽しいんでしょ。そうそう、西先生のフェラーリと富田先生のポルシェでレースしたっていう噂が出てて、なんだ、どこでレースすんだ、どこでレースすんだっていうで、富田先生のポルシェが勝ったみたいな、わけのわかんない。それ意外と面白いじゃん。それ面白いんです。で、生徒たちは西先生が言ってたんです。で、西先生に聞いたら、そんな事実ないって。西さんフェラーリ持ってたんだ。それすらわかんないですよね。そもそもフェラーリをそもそも持ってたのかもわかんない、富田先生はポルシェいっぱい持ってるね。そうです、そういう噂っていっぱいあった。いや、もうこれもしかしたら生徒が作ってんじゃないの。そういうのも絶対あると思うんですよ。流してて、それが楽しいわけでしょ。何してきてんだか分かんないけど。そうそうそう。でも昔、今の予備校生は真面目だけどさ、あ、昔の人は真面目だけど、なんか楽しんできてるじゃん。そう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 。予備校に勉強だけじゃなくて、そういうのも含めて楽しんできてるから、今でもこうやってなんか予備校の話で盛り上がる30代ぐらいか40代ぐらいの人っていうのはそうだよね、うんうん、俺もだから若くまだ茶髪でロン毛だった頃、黄色いスーツとかピンクのスーツ着てるでしょ。 あ、そうですね、あんな着れないよ、恥ずかしくって
よくやってた。いろんなそういう感じでみんな見てたわけですよ。でまあだから僕は授業2人とも受けたんで、うんうん、でも多分同じところでもやっぱり話が全然違ったりして面白いんですよ。ああそうだねそうだね、それはあの歴史観の問題もあるしね、はい、うん、でまあフランス研究してて上澄先生はドイツなんで。あドイツなんだ、はい、初めて聞いた俺。彼ドイツ語喋れる。あすごい。そのドイツによく行っててアウトバーンでぶっ放してる話をよく。まあでもほらあそこはね高速道路で制限速度なしですから。そうそう、ドイツ専門なんだ。ドイツで。はあ。覚えてる雑談がドイツで飲んでたらバーでおじいちゃんがやってきて、で何人なんだ日本人だっつったら、あの時はすまなかった言われた言われたっていうのがめっちゃ面白いなこの話いやとんでもございませんって言い返せばいいんじゃないのかいあいいね、ドイツ語が。でも俺もドイツ語も少しやったんだよね。あ言ったことなんだっけ、ね、僕フランスだけど中世フランス史だけど、はい、中世フランスっていうのは実はフランス語じゃない。あフランス語っていうのはルネサンスの頃からしかフランス語ないから、うん、だから結局ジャンヌ・ダルクのところ勉強するとするとドイツ語にしなきゃいけなくて、 1,2 年生はフランス語だったのに途中からドイツ語に変えなきゃいけなかったんで、いやもうただの苦痛。わかんないよ、動詞前にあるしさ、でかいし文字がそうですね、大文字になっちゃいますからね。そうそうそう、だからもう大変で、まあ、ドイツ語やってた仲間たちから教わったから、うん、両方やったけど結局両方できないよね。あなるほど。フランス語って2年間しかやらない、うん、だって2年間やったってできるよ、ならないよ。で3年生4年生のいわゆる卒論がドイツ語にしなきゃいけないからさ、もう全然無理ですよ。だから大変、泣く泣く。だから1年かかったじゃん。ああじゃないよ、働きすぎてたとこあるんだ。それも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 あるけど、そんな感じ。うん、だからまあドイツ人もフランス人も変わんねえだろ、くっついてるし。なるほど、ね、じゃあ似たようなとこやってたわけです。びっくりした、初めて聞いた。ういう元気かな、全然お会いしてないし。そうですよね、全然。もう河合の方がメインになられてるでしょ。もうすごいめちゃめちゃもう有名講師でしょ。まあ面白いですからね話。いや面白いですよ、だってあんた関西弁で喋られたら世界史じゃなくなってんじゃんみたいなぐらいに面白いでしょ。普通に面白い人だからね。そうそう、ネタがあって、あとは語呂合わせする人。あそうそうそう、それはなんか一回見たことあるな、黒板にこうやって語呂のやつを書いて。そうそうそう、まだやってらっしゃるの。あ今もやってるんですかね。上積みカードって言って知ってます？面白い面白い。ノートを半分に切ったサイズにして、でこのカードサイズでやってくんですよ授業。あー A6 のやつだね。このサイズでやるっていうので、でそこにこう大体最初ゴロが来て、でその後加えていくっていう感じで。下ネタが多かったですけどね、ゴロには。やっぱり自分が勉強してた時にこの作ったゴロ。そうだそうそう、そうだ、だから下ネタになっちゃうもん、何やっても覚えやすいし。でも言えないじゃん最近。一番がやっぱ多分使えない。それ1066か。あそれ今昔の時代は僕もその授業で喋って笑い取れるんで、もう今もダメだよね。今言うとやっぱりちょっと光る違う、引く今でもそういうのにあんまりノリがないから多分やってらっしゃらないんじゃないの、うん、予備校の講師に対する考え方が子供たちが変わってきてるわけでしょ。だからそれは俺たちも変わらなきゃいけないので、うん、こんな YouTube になってしまったんでしょう。なるほどそう変わらなきゃ。誰だったんですか、その前の世代。山村先生、武井先生という、はいはい、教頭ですよ、はいはい、もう我々から見たら神ですね、うんうんうん、でその下に岩田先生がいらっしゃって、はいはい、森本さんがいらっしゃったのね。でその後に僕が入ってきた感じだったから、うんうん、もう森本さんとか岩田さんなんてのはもう僕から見たら大先輩ですよ。それこそさっき言った時被らない生徒が、うんうんうん、ああだって岩田先生は東大、全然頭いいですもん。東大全然種類が違います、うんうん、きちんと真面目な人で細かいし、もうあんな僕にはできません、うんうん、僕が教えてるのが間違ってるわけじゃないけども、うんうん、本当にきちんとして正しく教えてらっしゃるけど、それがニーズに合うかどうかなんで、うんうん、予備校って、ね、なのでそのニーズに合う生徒が増えてきたから僕の世代が増えてあって、うんうん、昔は僕の方のニーズが多分少ないと思うんだよね。だからその世代に合った人が予備校で有名になっていくって感じなんだと思うから、うんまあ、今はそういう世代じゃなくなってくるならば変わる、うん、で森本先生がセンターとかやってます。あそう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 、だからなんか分かれて東大、センター、森本さん、僕が次第になったね、はい、ちょっとずいぶん経ってからだよね、上澄君とか入ってきたの多分。あそうだった、ね、だと思うよ。だから、そんなじゃない、僕いつもペーペーだったもん本当にだって上と行ったらこのまま行ったら僕一番下だもんだった。あこの状態だったら、うん、で、お二人が抜けた時に
サテラインの私立があって、そこに入れさせてもらったから、うん、ちょっとなんか2人飛び越えちゃった感じだったんだけ ど、 でもこれも決めんじゃなくて、実力は絶対に2人の方より上です。そりゃそうですよ、だってやってる年数が違うし、森本先生の地図とかね、まあ、細かい、すごい細かいてか生徒映せない細かすぎて、でもあれはすごい芸術っていう テクニックでしょ。ああいう風な人たちがたくさんヨゼミにいて、だからみんなが面白くて、だそれが多分争うとか喧嘩するっていうに生徒には見えるんだと思う。でも僕たちとっては別に喧嘩したくて授業してるわけじゃないけど、やっぱりコマ、どのコマをやるかっていうのがすごいステータスなんだよね。そうですね、やっぱり。なので英語モスターもそうだと思うんだけど、それがいわゆる取り合いみたいに、なんとか先生がやってた講座をなんとか先生がやったを取ったみたいになるんでしょ、おそらく。そうね、だからそれが喧嘩をしてるとか対立してるとかっていう風に取られる背景になってんじゃないかなと思うけど、さっき言った通り世界史は残念ながら平和すぎました。なるほど。いじめられたことないもんだ。いじめられたとするならば他の教科の先生いじめられました。あ、言っちゃうんですか。言わない。違うんだ、それはだって俺らはツンツンしてたからね、入った頃は。やばいですよ、本当に。もう最悪な人だった。グループあるじゃん、俺とか、なんとか先生とか、なんとか先生がこう一緒に動くと、やっぱり生徒がわーっとついてくるでしょ。それがやっぱり嫌な年配の先生とかいたじゃない。それは今思えば失礼ですよ。うるさいし、講師室とか。だけども当時はね、人気がこう、のうなぎ登るってさ、いい気になってたんだもんね。茶髪にロン毛だよ。お前ら、恥ずかしくて見られない、あの頃の写真。若気の至りだよ。そんな、ゆきお先生がなんか、YouTube でいろいろ解説をする。あ、そうそうそう、これは毎年回答速報っていうのを出してるの、はい、当日速報です。おいおいおい、僕速報は当日にないと意味がないって社会は思ってるのね。なぜかというと次の日とかに同じ問題出ちゃうから、わざとなんで必ず当日速報なので、今まではこんな YouTube なかったから、自分のホームページに受けた生徒が来て問題もらって解いて、はいはい、で PDF にして載っけてたんです。おいおいおい、でもそれだとやっぱり載っけるだけじゃない、解説も文章を書くだけしかできないので、なんか喋りたいなと思ってる矢先にこの YouTube。 今回はそれをやるけれども、その PDF をきちんと YouTube で喋りたいかなと思ったんだよね。解説したいって。そう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 。でそれは早慶だけじゃなくて、実は2月1日からカンカン同立が始まります、はい、でカンカン同立は2月1日から9日まであります、はい、で2月12日から早稲田文工始まるでしょ、はい、で13日から慶応経済学部が始まって、そのまあ10、11だけ休みだけど、あとずっと毎日速報やろうと。で、それで、ぜひ世界史をもし取ってる受験生がいたら、見ていただきたいっていうのと、あと、カンカン同立は日本史もやります。僕じゃないけど。企業の先生いらっしゃって、一緒にやるので、ぜひ見ていただきたいっていうのを、僕の YouTube だとちょっと登録者数が少ないので、森哲に土下座して、本当申し訳ないって言ったら森哲がしょうがねえな、じゃあ雪をまあ出してやっからさ、俺の手伝いよって言ったらすごかったんだよ、そういう態度が。マジでそのうち足でこうやって踏んできてさ、びっくりしちゃった。もう裏って怖いねっていうのでお願いして、今回これに載せてもらったんだよ。そこでみんなに一つだけお願いがあって、今までは生徒からもらってたんだけど、やっぱり時間がかかっちゃうんだよ、もらうのに。なのでできれば受けた方、早稲田と慶応、あ、まあ、G マーチだね、G マーチと早稲田と慶応で早慶は絶対欲しいんです、世界史の問題が。なので受けて写メを撮って、綺麗に写メ撮って送っていただくか、あとはもう PDF してくれてもいいんですけど、送っていただきたいと。はい、ただ誰かが送ってくれてると思ってると誰も送ってくれないので、進んで送っていただければ、抽選で僕の投げ刻みます。これで送られてこなくなっちゃう。本当にマジで。でなんでぜひここに、あ、はい、ここかな、まあね、この辺、うん、この辺に、これが私の質問のメールアドレスなので、はい、ここに送添付で送っていただけると助かります、はい、質問入れてくれればその問題に対する答えも YouTube で話せるので、ぜひともお願いしますってことで、まあ、G マッチとかは全部できないんだけど、総計は全部載せて、うん、暇な時になんと僕の事務所に森津が来てくれると思うよ。行って英語英語の解説するって、なんだか分かんないけど。なるほど、分かりました。っていうことなんです。はい。じゃあぜひ。そういうことでよろしくお願いします。送ってください。はい、お待ちしてます。すみません、よろしく。はい。これ、ゆきお先生においていただきました。ありがとうございました。どうも。チョクラマスラマー。